牛尾 TV。 こんにちは、牛尾です。牛尾 TV ベレアマックス本庄店編の時間でございます。いや、前回ですよね、8連勝がストップということで、8連勝でしょ。俺も記憶にないんですよね、その一つのお店で。まあ、情けない話なのかもしれないですけども、あるとすれば、もうそうですね、まあ大昔、何年前っても20年近く前に、金パルのストック狙いとか、あの辺のパチスロを打ってた頃に、もしかしたら、どっかの店であったりなかったりしたのかなっていうぐらい遡らないと、一つの店で8回も連続で勝ったなんていう記憶は一切ないんですけども、あのマイジャグをひたすら打ち続けておったらばですね、気がついたら8ヶ月連続でプラスだったということでございまして、まあ、その流れをですね、できればもう1年間、要は年間負けなしみたいなですね、とこまで本当は引っ張りたかったんですけども、残念もね、前回久しぶりに土がついてしまったということで、まあ、今回からいよいよまあ仕切り直しということで、一回ね、やっぱその、まあ、マイジャグ2をね、負けるまでまあもう打ち続けてみようじゃないかっていう感じでやってましたけども、一回ね、ちょっと変わったこともやっぱやって、変わったことってまあ変わってないんですけど、今日は心機一転、置き時をちょっと今キープしました。逆にマイジャグ2に就寝する前はむしろ置き時を中心に打ってたんですよ。で、置き時がもう日に日にというか、最初ね、ボックス構える前から、最初10代ぐらいだったのかな、から20代、そして40代っていう、要はもう置き時推しな時期がありましたんで、まあ以来もう台数ボックス構えてから連日ね、もうパンパンなんですけど、そのちょうどね、置き時を押し出してる頃にそっち中心に打ってたという経緯がありまして、まあちょっと今一度ですね、置き時ちょっと挑戦してみようじゃないかという感じです。まあ速攻満台でございます。なんで本当はチャンスモード狙いとかでですね、何台かカニ歩けたりとかするとまあ楽なんですけども、そういう感じでございませんので、まずはもうチャンスモード、もしくはチャンスモードじゃなくても早い当たり引っかかってもらって、引っ掛けさせてもらって、なんとかね、打ち続けられる、理由をまずは、もうこじつけでも何でもいいんでね、見つけられればという感じでございます。まあ一回流れが止まりましたけども、やっぱ一回でね、やっぱこう軌道修正したわけですよね。ずっといい時が続いたんで、あるいはもうその反動でガーンって下っていくっていうことも考えられないわけじゃありませんので、まあジャグラー打っとけばぶっちゃけね、そんなギューンっていうこともないんだろうなとは思いますけど、まあちょっと一つまたここからですね、2017年ももういよいよ大詰めでございますんで、2018年に向けてまた一つです、勢いつけていこうぜっていう、一つのきっかけになるような実践ができればと思います。久しぶりの置き時、果たして吉と出るか凶と出るかという感じでございますけども、実践の方行ってまいります。はい、ちょっと急ぎますね。ああ、2台打てねえかな。とりあえずもうチャンスモードスタートがどうかっていう、もうそこだけね、さっと確認できればもうそれでいいんだけど、ああ無理か。焦ったら2台ぐらい打てるかなと思ったんだけど、よし、分かった、無理っぽい。しかしまあ朝から置き時、久々、どのぐらいぶりだろうな、こう1年ぶりぐらいじゃないかな。何しろずっとマイジャグだったんで、でマイジャグダメで途中から置き時を1回打ったことがあったんですけど、それがまあでもそれが半年以上前だよね、確か。まあ何しろもうひたすら
マイジャグ一色のここ7、8ヶ月だったんで、連勝がまあ続いてる分にはね、もうひたすら同じことやり続けようと言い続けて、うん、まあ8ヶ月経ちまして、まあある意味本当の勝負はここからだよね。昨日がね9の5だからね、本当ベルウェア本場的にはね、てかこの台が一番少ないんじゃないかな。だから一昨日ね、まあ、68の18、まあどういう出方したのか分かんないけど、まあ、90回しか当たってるんで、1日空けてどうなのっていう感じなんだけど、100ゲーム、チャンスモードは厳しいかなって感じだね。うわ、よし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 、103。まあとりあえず続ける理由はできたかな。まあいいでしょう。ちょっと返す刀でジャグラー方面ちょっと見に行こうかなと言いかけたところで当たりました。まあチャンスボードか通常 A か微妙なところだけどね。でまあおそらくだけど、まあ、前日は前日だと思うんですよ。もう端から1、2、3、4、5、6、1台置いて7、8っていうか、まあ、ほぼ1回2回当たってんだよね。前日だとねっていう感じになるんですよ。一応ほらチャンスボードにいれば200ゲーム以内に当たるわけじゃないですか。で変更の時の3回に1回がチャンスモードだと、と3台に1台が早い当たりって考えるのはちょっと違うんだよね。結局まあ3台に1台はチャンスモードに行くから、まあ、200ゲーム以内に当たると。でそれ以外の3台に2台行ってない台も100ゲームとか200ゲーム回すと自力で当てるからね、当てる台がもうそこそこ出てくるわけで、と実際2台に1台あるいは3台に2台ぐらいの割合で200以内に朝ね引っかかるんですよ、前日とかだとね。で僕のまあ見立てだとリセットはねいつもね前代かかってんじゃないかっていう見立てなんですよ。なぜなら朝みんな異様に早いからね。なんでまあとりあえずチャンスモードもしくは通常 A スタート、僕まあ稀にっていうかね、あ 10% ぐらいだっけ 20% ぐらいだっけ、変更でいきなり B 飛ぶこともあるけど、まあ基本的にはチャンスモードか通常 A ってことなんで、まあ早い当たりが来ればチャンスモードスタート、来なければまあ A だねっていうところでね。でまあ103、まあちょっとどっちってちょっと言い切れない微妙なラインだったじゃったけど、まあ前向きに考えるんだったらまあチャンスモードスタートで、今まあ漏れなく通常 B に移行したんで、次の当たりで奇数なら 50%、まあ、偶数なら 65% で天国に当たりますよっていう、32ゲームで上がらずで、まあ、次で上がれば御の字っていうのが、まあ、実際その置き時の朝のね王道ね。ね、置き時ってやっぱ朝大事なんでね。でチャンスボード確認できて、よしでやってやろうかいなとでなったはいいけど、2発目が遠くて、でようやく2発目来て、おし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 、持ち玉72、いいぞ、これで上がれば完璧、もう完璧だよね、持ち玉だし一発目で当たると変わんないもん。でただここで上がってくんないと正直きついんだ、推定チャンスモードスタートの台を打ってる時だとなおのことね。まあ、103ゲームをチャンスモードスタートってちょっと決めつけることはまあできないんだけど、うん、掴んだかな、間違って、
よし、いいぞ。ちょっと共通ベル押してないのが気になるけど、特殊点滅しろ。おっ、スキッパー。よし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 、上がったかな。ちょっとうまいんじゃない。追加とチェリーで違うね。早速、うん、風は吹いてんじゃないかと思う。どうするか、今ので1回目。まあまあ当たりが取れてる分にはまあやめないんでね。共通ベルばっか走っちゃって当たりが一つも取れないとかみたいなこともまあまあまああるわけですよ。よりはよっぽどいい、こっちの方が。まあ当たり前だけど、共通ベルじゃ飯は食えないんでね。一応スキッパー確認してるからね。10ゲーム、上がってねえか。いや上がってないね。18、じゃあまあ B ってことでいいですか。で上がんなかったんで、まあなんとかだからこの持ち玉で天国まで持っていかないとだよね。おきどきで一番出したのがね、7000枚ちょっとぐらいなんですけど、実はあのベルヤマックス本庄なんですよ。どんな感じだったかというと、21連が2連、意味わかる。一撃、まあだから3500600枚ぐらいのやつが2連したんですよね。まあもうそうなっちゃうと設定云々があるとかも関係ないんで、ね、そのいい台を打ったからどうこうとかっていう話じゃないんだけど、そういやそう、お気の気の個人的な出玉記録はそうなんだよ。ベルヤはマックス本庄店で出してるんですよね。え、まあさんざっぱら、本当この3年間、まあさんざっぱらっても本当おきどき花々ジャグラ、まあこの3つをぶっちゃけこの3年間多分中心に打ってるんですけど、個人的にはまあいろんなことあったよね。でおきどきは胸を張って言いますけど負けてます。まあまあ負けてます。だってまあね、1台で粘り倒すスタンスが良くないんじゃないかと、なんとなくね、その結論付けてるんですけど、まあいい台、じゃそれこそ5とか6とかみたいなのを、まあ当然ね、打ってればまあそれは長い目で見れば勝つんだけど、このあれこれ5あるぞとか6まであるなとかって言って勘違いして打ってる1とか2で、多分ねそこで負けてんだよね。で置き時に限ってはやっぱちゃんと置き時を押してる感が伝わるお店でしか打ってきてないつもりなんだけど、それでもねやっぱなかなか結果ついてこなかったからね、この3年間。あ、まだ諦めてないけど、ね、設置されてる期間中に俺多分未だにどのぐらい負けてんだろうな。ちょっと途中から置き時の収支見ないようにしたんだけど、ね、一時100万を超えたんじゃないかっていうぐらいのとこまで行ったんで。はい、飲まれました269ゲーム。だからまあ切り替えだね。朝チャンスモードで当たって普通に飲まれて、で買い足しが始まったというぐらいのつもりで追っかけます。普通だよね。
ね、ある日突然こういうことになるからね。完全に天井見えちゃったんだよね。いくら使ったかってより、まあ、どれだけ出せるかというゲームだと思ってますんで、まあ、ましてや、まあ、2、3万程度のね、そしてガタガタ言うつもりはないんですけど、ね、朝生実家行けそうな立ち上がりだっただけにね、ちょっともったいないことしたような気がする。いやまあ本当ね、打つたんび思うけど本当切な的な台だよ。あの一発目ないし二発目の、特に二発目ね、うわスイカ解除、よし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 、24,000円。いや起死回生の一発であれ、いやここはお願い。これ A ループしちゃってんのかな。いやぶっちゃけ A ループしちゃってるって考えた方が良さそうな、これ。ただまあ今の一応スイカ解除だと思うんで、取り越し目出てたんでね。まあだからこれで B に上がった可能性はね、まあまあだいぶあるんだけど。そうか、 B にいなかったのはこれ。いやまあ分かんないですよ、 B でスイカ解除してもまあね上がらないことあるんで。いやこれは痛い、2発目で上がらなかったのも痛いけど、まあこっちの方が痛い。おお32、上がってたか。もう絶対ダメだと思った。32、もうちょっとそういうのやめてよ、ほんと。もうてかもうゲーム数見てなかったもんね、むしろ。であれならまだなんとかなるよ。あれ12、うわーこいつやらかしたくさい。20、うわもうやめてよ、ほんと。ちょっと天国中のちょっとね、当たりの引きが弱すぎるね。1発目が32で2回目が21、あれ確か8分の1ぐらいだったっけ。もうやめてそういうの。しかしまあ一生満台だよね。だから置き時とかね、ましてや今日なんか平日でしょ、しかも朝から、まあ、いつ来てもそうなんだけど、やっぱねこれだけやっぱねお客さん作ってね、まあ、普段からまあもうほんとよっぽど甘く使ってないとこうはならないからね、おけどけなんか特に。まあジャグラーはねもう見てのドリーとか回数見れば一目瞭然なんですけど、でおけどけ人が単純に回数だけでやっぱちょっと分かんない部分あるじゃないですか。だからまあやっぱこう来てみない、来てみてね、その島にこう身を置いてみてまず思うのは、まずやっぱこう平日のね朝っぱらからこんな来てるってことは、やっぱね普段ね打ってる人たち負けてないと思うんだよね。まあ元のスペックがやっぱ辛めなんで、本当負けが込んだりとかするとね、結構なね沈み方すると思うんだけど、これやっぱ続かないじゃないですか、打ちたくても打てないみたいなね状況になると思うんですけど、俺がねやっぱ朝からこんだけいるってことは、みんなやっぱ結構な頻度でねいい思いもしてると。いやじゃなきゃこうなんないもんね普通、うん。例えば俺、まあ、岐阜住んでるんで、都会圏ってまあ置き時の市場でしょね、えこんなね、まあ、回数の上がり方見ればまあまあ押して知るべしって感じなところはあるんだけど、まあ、すごいよね。てかまあでも本当こういう状況でね打たなきゃ いけないなと思う、うん、
朝から誰もいない沖時の島で、ね、端から順に果たしてリードされてるのかされてないのかすら分かんないだよね。耕してるようじゃやっぱダメだよ ね。今まあこの台の設定どうこうっていうのをあれちょっと前向きなねちょっと発言ができるほどの今内容は伴ってないんであれなんだけど、ただこのまあ全体的なこの稼働と出玉状況とって考えると、まあもうまあよっぽどだからはぐれでやってんだなっていう印象しか受けないよね。セリー会場 OK、 6M ようやくまあ吉天国みたいな感じだね。まあ、120ゲームぐらいまでかなという感じだね。おっ、あ、337、あ、65ゲームどうなの。ちょっと話が変わったな。まあ、337通常 A で出やすいんだけどね。ただ引き戻しっぽく当たった。もう一周か。16、おわっしょ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 、やりました。上がったってことでいいかな。17ゲーム、いやこれはちょっと大チャンス到来よ。まあまあこちらまで600枚ぐらいあるんで、あとビッグ2回でサラライン、ね、あの2回目の当たりで天国に上がらなかったのは残念だったけど、まあこれがねどこまで続くか分かんないよ。けどまあラッキーパンチ一発もらったんで、まあ帳消しとは言わないけど、まあまあよし、まあいいんじゃないですか。いや今のビッグだったらもう逆転王手だったんだけどね。よし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 、まあまあ抜けなきゃ OK なんだけど、おー危ない危ない、よし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 、お願い、よし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 、やりました。4連で今回が5連、ほんのり奇数の匂いしてきたね。まあ、あの65で当たったのがあれは紐押しだったとしたら、もうガゼン偶数というか、まあ奇数の線がほぼなくなるんだけどね。奇数は天国の後も 3-4% ぐらいでしか紐押しいかないんで、行った瞬間偶数なんだけど、ただ 65% で5連させるのはやっぱ結構難しいよぶっちゃけ。ラスト、うわー、いた、うー、今日2回目というか天国市の当たりが弱い。いや意外と伸びるね。6連、これで7連、やっぱりきつか。あー337来やがった。まあでもだからこれで抜けるんだったら、まあ A に落ちただろうってことでスパッとそこでやめるのもありだよね。鬼門の337秒、よし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 、いやいよいよ乗ってきたんじゃないかこれ。やりました。よし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 、よし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 、まだ行く。いや今叩き方うまかったね。まあこのビッグ終わった時点で800枚から900枚はまあ浮いてるだろうということですので、
でもう一発来るでしょ。いやーこのまま押し切りたいねこれ。いやー、ね、引き戻しポーカーだって上がってくれただけで感謝なのに、こんな太いの取ると思わなかったよね。いやーありがたい。また337来た。ちょっと危なかしいけど、よし1000倍は浮いたな。ただ鬼門の337拍子アフター20。いやーちょっときつそう。あ、まあこれでがぜん通常 A が濃厚になりましたということなんで、線を引くんだったらまあ多分ここだと思うんだよな。32、よしちょっと周り見てこよう。2030ゲームで5の9。まあちょっとねビッグが引けなくてしんどくなっておそらくやめたのかなと思われる前台なんですけど、いやこれはもうあの喜んで打ちますよ、うん、すごいよ。隣も2200ゲームで10の14、隣が2800ゲームで7の14、その隣が2500ゲームで9の17。すごいね、ずらーって多分こう並んでるよ。でまあこれが今2038ゲームで5の9、1,2,3,4 台並んで、あその隣も7の16だわ。すごいね、こっちもえらいことになってますレギュラーの上がり方が。えい、ほらすぐだ、ものの20ゲームぐらい打ち始めて7。よし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 、いやもう今日は勝ったね完全に。おきどきでざっとまあ2200枚ぐらいプラスの状態で、あ2200枚プラスで2200枚ぐらい出玉持ってこっち来ましたんで、まあもう今2500枚に乗っかったかどうかっていうぐらいだよね。こうこの台の、ね、今までの今日のこの内容からして、まあ、あとまあ周りの状況とね照らし合わせてもまあ上でしょうという感じなんで、最低3000枚、ここからまあ5,600枚プラスまでは全然見える ね。間違ってここから1,500枚増えたりなんだったりするといよいよ4000枚オーバーとかっていうねラインも見えてくるんだけど、39、いいぞ。ほらビッグの跳ねっかりが来そう。これでまだ297分の1だからね、まだ伸びしろあるよ、ね、今2200ゲームで7の9だけど、できればねもうこのままレギュラーが跳ねたまんまビッグの跳ねっ返りを引っ張ってきて、最終的にビッグの回数がねレギュラーの回数を追い越すような展開になってくれれば、場合によってはね4000枚乗っかるんじゃないかっていう。ただね昨日鼻鼻打ってて、あこれ2000枚から2500枚ぐらいのラインで終われるかなみたいな状況で、それがもう今と同じぐらいの時間2時過ぎぐらいからストレートで1000近くまで持ってかれてね、いや本当侮れねえなと思ったけど、いつらの時ね事故が起こるか分かったもんじゃないんだよね。だから安心はできないんだけど、
ただここに至るまでのこのまあ当たり方確率からしたらまあこの先出玉が増えないことはないと思うんで普通に当てられれば当たり引っ張れれば向こう戦ゲームでビッグ5のバケさんはいぐらいをできればちょっともうノルマぐらいに設定してで4000枚をこう目指すぐらいの感じがいいねノルマがクリアできればまあ3000枚は確実に流せるんでだからあとビッグ4のバケさんはい200ゲームもうあと1時間ちょいだからね最後綺麗に締めくくりたいね、このとこジャグラーもそうだし花々もそうなんだけど最後の最後でね見合いを飲まされるっていうか出玉削られて終わるのが多いんだよねこのとこは全然負けてるわけじゃないんだけどあれと前半にボーナスが固まって後半その帳尻合わせを食らって終わるっていうね209もう時間的にビッグでいいんだけど全部 OK よーし20ビッグなら3000枚乗るかな いやいいねだいぶビッグに寄ってるいやー今日は展開が噛み合ったねしかしあの置き時をね切りいいところで見切ったタイミングでねこんないい台したからね時間帯によってはね本当立ち見ができるぐらいの状況なんで、まあ、島に張り付いてればねやっぱこういう台がレギュラーに寄り切られてちょっときつい感じになっちゃってね、粘りきれなかったとかっていう台がちらほら空いたりっていう状況に出くわしたりもねするんだけどだ別の島にでひょっこり見に行って空いてるかっていうとまあ難しいよね普段いや今日はまあっていう意味でもやっぱ月があった私まあこの角からずらっと1、2、3、4、5台6台か衰え知らずだよね右が12の15、これが10の9、左が9の18、その隣が11の19、でもって8の17、おい、おら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 、いやーすごい。ねえ向こう約30分、このまんまの流れで押し切りたいんだけど、どうでしょうたまには。最後に一山で出玉のピークで投了そういうのやってないんだよね最近しかしまあでも今までねマイジャグばっか人に追っかけてたけどこういうね回数の上がり方見せられるとねなんだったら朝からこっち行ってみるのもありかなと思っちゃうよねただまあぶっちゃけマイジャグもね同じぐらいの勢いで回数が上がるからであるなら優先順位的にまあマイジャグ、ね、先に行きたくなるんだけど朝の台選びっていう意味ではまあまあねどのジャグラーもまあ回転してすぐ真ん中になっちゃうんですけどただまあまあ前の方に並んでる人たちとかはやっぱマイジャグの方中心に行くんでなんかでじゃあ上げ狙いでも、まあ、据え置き狙いでも学んでもいいんだけどなんかその理由をつけて台選ぶんだったらこっちの方がまあ朝ね多少余裕を持って選べるというのがあるんでだったらこっち来てみるのも面白いかもね1回ぐらいもう前座がもう空いてる台とりあえず座ろうみたいな感じにしかならないからまあまあそれでも台取れた時点でね、まあ、もう結構な勢いで勝つんだけどはいはい、27
これでビッグレギュラーともども120分の1。すごいね、8。ちょっとね、レギュラー感でハマったんで、どうかなと一瞬、まあまあまあ、もう時間的にね、だからどうしたって話でもあるんだけど、ただこれでまあ、またレギュラーも6以上になって、いよいよ完璧だね。うい、狙った、止まった。47。いや最高、もう最高。まあ相性っていう言い方以外ないからもう相性って言っちゃいますけど、ありそうな台とかを打っててもなかなかこう出せないお店ってあったりするんだよね。まあ優勝 TV 見てくださってる方なんかは、あ、この店のこと言ってるのかなってなんとなく分かるかもしれないけど、ね、状況がすごいいいのになぜかね、なかなかいい結果出ないみたいな、ね、ことがまあまあるんですけど、まあ、そういった意味で言うとベルエアファックスのジャグラーは本当ありそうな台打てば決まって出るしね、あれこれ微妙かなみたいな台打ってもなぜかビッグがいっぱい来ちゃって結果いっぱい出るみたいなね、あんなんだろうね。まあ人絵に相性としかまあ言えないんだけど、とてもなんか同じ台の同じ設定打ってるとは思えないみたいなことを思うことがよくあるよ。ゴージャグとかぶっちゃけ、ね、こう設定でももうちょい苦戦しないですか、わかんないけど、あんまこうねえ綺麗にこう味方でもりって出るような印象のジャグラーではないんだけどね、結構まあ波がちょっと荒くて、なんかまあ場合によってはもう本当ずっともじもじしちゃうようなこともあったりやかったり、まあジャグラーシリーズの中では、うん、そんな大きな定まが出やすい部類ではないですよ。当たりは軽いんだけどね。だから瞬間瞬間ねポッて1000倍ぐらいペロッと出るんだけど、なかなかそれを1日続けて1日とかまあ長時間維持するのがまあ難しいっていうのかな。でペロって1000枚ぐらい出るんだけどちょっとハマって、でコイン持ちがそんなにいいブレじゃないもんなんで、意外、ね、思った以上にゲーム数以上にね増してる、で玉削られて、あれ おフリーズか、フリーズだなこれ、フリおーしよしよしよし、いやーすげえわ、止まんない。ビッグもレギュラーも211分の1になりました。103、いやーでもこれ俺今まで言ったゴージャグの中で一番いいんじゃないかなこれ。まずはまらない、で当たったら当たったで結構な影響で連チャンする、ね、最高だよね、手順のつけようがないよこれは。もう6ってことでいいんじゃないのかな。まあこの際角からずらっとてかすごいよ、14の16、13の14、これがねで12の20、11の23、11の17、何事かっていうね。200ゲーム直進回してやめよう、ラスト、はい終了、はい実戦終わりました。コインを流してみたらばですね、見えるかな、3580枚、まあ目測より若干少なかったかなっていう感じですけど、まあまあ3500枚以上あるのはまあ分かってましたんで、ね、だからまあ最後200ゲーム回してやめたんで、まあ、ピークでもだからギリやっぱり4000枚乗っかってなかったのかなっていう
感じでございます。ただ置き時をやめたタイミングで、まあ、2000枚ちょっとの持ち玉だったんで、そっからまあものの2時間で1600枚ぐらいあの5弱で増えましたんでね、いやうまいことをやれたんじゃないかという感じです。噛み合っちゃったんですよね今日ね、ちょうどそのなんだろう全体の流れがね、で置き時ひとしきりやって、で本当だと最後もう空き台が自体がねもうそもそも店内にほとんどないような状況なんで、最後じゃあもう空いてる台しょうがない、じゃあノーマルタイプとかでね、なんとか時間いっぱいまでこうもがいて、でちょっと出玉削られてみたいなのがまあよくあるパターンなんですけど、ね、あんないい台がですね、まあいい台というか、ね、あの前に打った方しんどかったんじゃないかと思いますけども、ね、空いてましたんで、ね、ちょうどいいタイミングで噛み合ったっていう、非常にあの満足度の高い一日でございました。ね、で8連勝が止まって、場合によってはこのままずるずるいって下手したら何ヶ月後かとかにそんな8連勝とかしてた栄光の時代もあったよねみたいなことにだけはするまいと思ってましたんで、まあ今日良かったですよね、一発でなんとか軌道修正できてというか、うん、であと2017年もあと12月ね、残すところあと1回です、収録実践がプレイヤーマックス本庄底辺は最後どうしようかな、ちょっと考えますよね、まあ、今日ねやっぱ置き時の島とか見るにつけなんかこうパチスロ打ってるなというかですね、いいなっていう感じがしちゃいましたんで、ね、なんだったら次も置き時打ってみたいなっていう気もしつつ、ただ今年、ね、この1年は本当マイジャグ2にお世話になったんで、最後感謝の意味も込めてですね、1年のお礼がてらまたマイジャグ2を打つのもまあいいのかなっていう気もするし、ね、まあ、ちょっと次回来てみてその時のテンションでですね何をしようか考えます。まあ次最後ですんで2017年、なんとかプラス収支でフィニッシュして最後2連勝で2017年を締めくれるようにですね、次また頑張ろうと思います。といったわけで今回はこの辺で失礼いたします。さよなら。